い、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、お腹を引っ込ますためのプランクなんですけども、プランクはね、止まってたりするともう慣れてる人は全く効きません。なので今回みたいにプランクするときは動いてください。あともう一つ、プランクをするときの注意点がありますんで、一緒にやってもらえたらと思います。今回の内容、たったの30秒でお腹が引っ込みます。これを毎日やってください。では行きましょう。はい、まずプランクなんですけども、弱い人がやっちゃいがちなのが、この腰がね、反れている状態で体を上げてしまう。こういう感じです。このお尻が、こうではなく、こういう風に腰が反れている場合は、これしっかり脊柱起立筋効かないんで、お腹もね、お腹が緩んだ状態でキープしちゃう形になっちゃうので、これは良くないです。で、まずやるときに、体を上げる前にですね、膝だけついて、こういう感じで腰を丸めてください。このまま体を持ち上げて、今お尻がね、ちょっと締まった状態です。で、お腹も力入れた状態です。こっからお尻を上げて、下ろす。上げて、下ろす。この時に、常にですね、腰が丸まった状態。反れずにですね、腰がこのように丸まった状態です。丸まった状態で腰を一番高く持っていって、このままゆっくり下げます。腰を上げたらゆっくり下げます。下げた時にも、このようにならないように、腰が反れないように、腰が高く、っていう感じでやっていきます。これをまず今から、皆さん、30秒間、結構きついです。やっていきましょう。いきます。1、2、3、4、5、しっかり腰丸めて、6、お尻とお腹を力入れていきます。1、8、9、10、11、12、13、14、15、あー、きつくなった。16、きついですね。17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。皆さんお疲れ様でした。たったの30秒と言ってもですね、結構辛いですよね。これただ止まっとくだけの30秒と比べたらね、はるかに 2,3 倍も辛いです。でもこっちの方がね、時間がもし30秒できなくっても、仮にこっちの方が10秒しかできなくっても、こっちの方がいいです。止まっとくだけのプランクはですね、結構姿勢を保つのが難しいです。腰が反れた状態になってしまいます。なので腰が反れないように、腰をしっかり丸めた状態、骨盤をしっかり起こして、お腹を引き締めた状態で上下に動くっていうことをやってみてください。これしっかりね、お腹引っ込むんでくるんで、もうお腹がね、いつもこう伸びてね、反り腰になってる人とかはね、こういったプランクをやってもらえたらと思います。今日もご視聴ありがとうございました。やった方はグッドボタンとかコメント待ってますんで、よろしくお願いします。チャンネル登録してない方はぜひ説明欄にありますんで、よろしくお願いします。